どんぐりFM。こんばんは。ちゃんと始まった。夏目さんが、ちょっと飛行機を飛べないらしくて、今週も帰ってこれないです、東京に。なので、今週もゲストの志原明子さんと二人でお送りします。また呼んでもらってありがとうございます。すいません、いつも三人なんですけど、そうですね。一人いなくて。とうとうお会いできなかった。ですね。はい、今週で、多分、一旦。はい。お仕事忙しいでしょうからね。今日までですもんね。そうですね。残念でした。はい、来週戻ってこられる。この間ね、明子さんが、ツイッターもやってないって言ったじゃないですか。はい。前、夏目さんが、このポッドキャストで、はい、うん、フォローしてる人を定期的に入れ替えるといいよって言ってたんですよ。うん、へぇー。結構ね、ツイッターやってると、みんなフォロワー気にするじゃないですか。はい、確かに。フォロワー数増やすだの、はい、なんだのって結構エンゲージメントがどうとか、気にしますけど、はい、結局ね、タイムライン見てるとね、うん、フォローしてる人が流れてくるんで、ですね、確かに。うん、当たり前なんですけど。そうですよね。うん、なので、フォローしてる人って、定期的に入れ替えた方がいいんじゃないかっていう話をしたんですよね。なるほど。うん。でも、アンフォローするってことですか？そうなりますね。で、僕今それ実施中で。すごい！ちょっと前に、650人フォローしてたんですけど、はい、そこから、いわゆる、フォロワー数が多い人をガッと消したんですよ。へぇー。5000人以上フォロワーがいる人。はい。つまり、インフルエンサーとか。はい。そういう、声の大きい人。を全部バサーっと。それは健康になりそうですね。うん、そうすると多分、はい、多分というか分かったのが、はい、今までなんかネットって最近ギスギスしてるなとか、はい、うんうん、ちょっと思うじゃないですか。思う。うん。あれって、そういう人がギスギスしてる話してるだけじゃないのみたいな。まあ、僕も含めてそうかもしれないですけどね。なるほど、うん。5000以下にしたら、平和になりました、うん。平和というか、なんだろう。みんなが同じ方向を向いてる感じっていうのはなくなりましたね。うん。なんとなく。結構、多様性なくなっちゃいますよね。声が大きい人ばっかりになると、ね、うん。そうなんですよ。だから声大きい人を、5000以上の人を、減らしたら350になったのかな。だから300人減ったんですけど、また300人入れて、入れ替えれば、はい、目新しくなるのかなと思って。なるほど、うん。なんかその、絶対届かない層がいるじゃないですか。そうですね。例えば、うん、ホスト狂いの女の子とか。届かない、わかんないですもんね。橋がかかってないゾーンがあって、うん、そこにちょっと入り込みたいって、そこを見てみたい気持ちありますよね。ね、いろんな世界の人をね。うん。先生やってみると、リアルの友達っていうのはほとんど消えちゃったんですよね。あ、まあ、もともと友達の人は長くツイッターやってるから、そうか、自然とフォロワー数が消えちゃうし。もしかして私フォローされてないんですかね。多分そうですね。でも、はい、はい。そう、そういうふうに友達がいなくなっちゃうんで、はい、これはなんか違う方法で、リスト作るかなんかして、復活させないと、ちょっと寂しさはあるっていう。あ、やっぱりなんか孤立感あるんですか？ありますね。うん。友達は、普通に、なんだろう、なんかチェックしたい友達っていうのはいなくなっちゃうので、うん、これはちょっと戻さないとなってなるのと、あと例えば、はい、ハーチューさんとか、はいはいはい、人気な人っていうのは、うん、ちゃんと RT で回ってくるから、なるほど、うん、フォローしてなくても。そんな問題ないなっていう、ちゃんといるんですよ。田原さんも全然いるし。本当に声が大きい人の声は聞こえてくる。全然聞こえてくる。小玉で。遠くから聞こえてくるんですよ。やっほーみたいな。そう。だからあんま困んないなっていう。なるほど。うん、情報は追えるんですね。追えますね。そっか、うん。だから、まあ、親しい友達とかをリストで管理して、そこを覗いとけば、ね、あと、残り300人をなんか、うん、なんかの方法で見つけてくればいいんですけど、それどうやって見つけてくるのがいいのかってよくわかってないっていう、うん。そうですね。なんか、ね、その界隈のインフルエンサーリストみたいなの欲しいですよね。ね。うん、そのクラスターのインフルエンサーはこの人で、そう、うん、この人周りをフォローしとけば。なんか、食べログだと、4.0 以上ってもう、有名店でみんな知ってるじゃないですか。はい、はいはいはい。でも 3.1 ぐらいって結構、知る人ぞ知る、地味ないい店だったりそうじゃないですか。そうですね。食べログ 3.1 みたいな人を、うん。確かに。失恋、ね、失恋なのかな、これ。見つけ出したいんですけど。どうすればいいんだろう。そうですね、うん。どこにいるんだろうな。
夏目さんがよくやってるって言ったのは、はい、例えば誰かがフォローしてる人を全部フォローするとかね。うん、ああ、なるほど、うん。例えば僕だったら、はい、あきこさんがフォローしてる人を全部フォローしてみて、はいはい、新しい視点を加えてみるとか。あ、完全にでもその人のタイムラインジャックするってちょっと面白いですね。うん、面白そうっすよね。視点をジャックできる。うん。うん、それってちょっと怖いですけどね、やられたら。ね、すごいストーカーですよね。すごい。怖いけど、うん、でも。僕はあきこさんの見てるタイムラインと同じのを見てるんだよ。怖すぎる。最高に怖いですね。でも考えてみたら、フォロワー、確かにそういうことをすることによって、うん、結構思考のトレースができるっていう他人の。うん、それって思いつかなかったです。ね。いろいろそういう風に入れ替えてみるといいのかなって最近思って。それやってみま、なんかちょっと、うん、ギリフォローとかあるじゃないですか。ありますよね。それをどうするか問題みたいな。いや、そこを、ミュートとか、小賢しいことはせずに、うん。ミュートってやっぱり逃げですか？逃げですよ、やっぱ。うん。外した方がいいです。ミュートめっちゃしてるな。おととい、フォローする人を、その半分減らしたんですけど、うん、今朝普通にツイート見てて、うん、あんま変化に気づかないってありましたね。やっぱり声の大きい人届いてくるし。そうなんですね。うん。ただ、声の大きい人、フォロワー数多い人って結構発言も多かったから、その人消える分、流れない。流れがゆっくりして、ちょっとほのぼのした感じはある。なるほど、うん。なんかちょっとこう、やっぱよそ行きのツイートが、声が大きい人たちってやっぱよそ行きのツイートをしますよね。うん、なんかこう、古き良きインターネット感を、うんうん、欲しくて、なんかその、はい、すごい赤裸々なポエムとか、なんか今日何食べたみたいな、生活系のフォロワーを増やしたいですね、私は。そうですね。うん、なんか、何ですかね、人はフォロワー数が増えてくると、うん、非公式 RT して会話するっていうね。あれは何なんですかね。そうですね、うん、確かに非公式 RT。埋まるんすよ、だからあれで。そういうのもなくなるから、緩やかな。なるほど、うん。あ、それいいですね。ね、いいっすよね。うん。うん、そういえば、それで思い出したんですけど、私最近、秘密っていう漫画読んだんですけど、読んだことあります？秘密っていう漫画。秘密っていう漫画。知らなかった。その秘密っていう漫画が、その、タイムラインジャックじゃないんですけど、はい、その、脳を、うん、あ、すごい未来の話で、うん、亡くなった人の脳を、うん、になんかこう電極みたいなのを刺したら、うん、その人が死ぬまでに見ていた映像をモニターに映すことができるみたいな。うん、へー。で、それをその検視の、なんかまあ警察庁の人が、事故の捜査とかで使うみたいな話なんですけど。うん、SF っぽい感じのサスペンスなんですね。そうですね。それがすごい巧妙に練られた話で素晴らしいんですけど、うん、やっぱこう人が見てるものを、見えるようになるっていうのは超グロテスクだし、うん、そうですね。うん。あと私、そう、漫画とはちょっと離れるんですけど、いいねってやっぱすごい好きなんですよね。人のいいね一覧。ああ、人のいいね見れますからね。見れるんですよね。でも見れることにみんな気づいてないから、すごい本心があって。わかる。だから僕は本当に人に見せたくないいいねはスクショ取りますしね。いやらしい。てかほぼスクショですね、最近。それ怖いですね。人に自分のいいと思ったものを見られるのは嫌で。ちょっと、なるみさんのそういうところですよね。スクショ。今 iPhone って、アルバムがいろいろ自動で分かれるじゃないですか。写真撮ったら写真。はい、動画撮ったら動画っていうに、自動アルバム分けされるんですよね。はいはい、なのでスクショっていうのできてるんですよ。あ、そうなんだ。気づいてなかったです。だから iPhone のカメラロールのスクショっていうアルバムを見ると、はい、自分がスクショ撮ったツイートは重ねてくるんですよ。あと、いいと思った、何らかアクションしたいと思ったけど何もしなかった Facebook のポストとか、触れるとめんどくせえなっていう。やつは全部スクショ撮ってあるんですよね。でもそのいいね、人にも言いたくないし、うん、その思い出のアルバムに残したいいいねってどんないいねなんですか？僕いいねするときは、はい、なんか、メンション飛ばしちゃって会話して、はい、なんだろう、最後僕は返信しないけど、ね、まあこれ読んだよっていういいねをしたりとか、なんか人からメンションもらって、はい、うん、そうだねとかわかんないですけど、うん、まあ読みましたっていういいねとか、うんうんうん、は、ツイッターつけたりするんですよね。Facebook の親指マークみたいな。あ、そんな感じですね。うん。そういう意味合いがあって、なんかすごい、あ、これはすごい面白いアイディアだとか、
これめっちゃ香ばしいなとか。なるほど、うん。そういうのは全部スクショ撮って。ネタになり得るものってことですか。そうですね。うん。あ、でも確かにそれはだって、なるみさんがネタになり得ると思ったものって同業他社みんな狙ってるじゃないですか。まあそれ狙う人いないと思うんですけど、ただ何が僕が何がいいと思うかとか、そういうのはあんま見られたくないなっていう。うわー、それ何を、まあ同業他社じゃないなら何を恐れてるんですか。なんだろう。昔からなんかそういうとこ潔癖なんですよね。そういうなんかちょっと謎めいた感って本当ありますよね。うん。ガード硬い感じすごいあります。まあ生活感がないとかなんかよく言われますね。うんうんうん、なぜか。うん。だから何回もお会いしてるし、なるみさんって本当に私の書いたものがいい時に褒めてくださるし、すごいいい人だなと思うんですけど、なんか警戒してますもんね。まだ。まあ本気で言ってるのがこいつっていうね。そうですね。うん、なんか。棒読みですしね、いつもね。本当にわかんないとこあります。そっか。あしこさんじゃあ普通に素直にいいねをして、世の中に公開されてる状態でも大丈夫ですか？私は逆に嘘はつけないんですよね。はいはい。隠し事が、多分できないんで、うん、なんかこう、エッセイを書いてる時点で多分もう、ダダ漏れですよね。ダダ漏れですよね。しかもなんか、本当に読み込む人って、書かなかったことまで読むじゃないですか。っていうのを聞いて、もう物を書く人間は何かを隠せないんだなと。そっか。でも見透かされてると思ったら隠そうとする方が恥ずかしいじゃないですか。もう全部出しちゃえっていうね。そうなんですよ。スーモの記事もね。はい。不動産の記事がこれはってぐらいもう、ほとばしってましたね。よかったですよね、あれは。本当に。僕あれすごいいいと思いましたよ。いやー、ありがとうございます、うん。みんないいって言ってましたけど。本当ですか？うん。あれはもうダメだと思って。あれ見てて面白かったのが、はい、なんかこんなに恥ずかしいと思ったことあんまないみたいなこと言ってたじゃないですか。そう、本当そうです、うん。なんか、自分のお母さんとかお父さんのことを書くみたいな気持ち。そうなんだ。地元、やっぱり私、その福岡に対してまだ微妙な複雑な気持ちがあるんですよね。はいはい。だからやっぱり好きだよ、みたいな手放しで言えない、うんうん。でもその言えないのって自分が子供だからだな、みたいなのがすごい露骨になるっていうか。そうか。恥ずかしかったですね、すごい。でも、BV 撮らないといけないし、みたいな。なんかその、責任 があるじゃないですか、依頼してもらったら。そうですね、依頼してくれた人のためにも、そうなんですよ。頑張ろうっていうのは普通にありますよね。なんとか。でも、あれに関しては私、その、明確にやったこと、やらなかったことがいくつかあって、うん、やらなかったことあの記事で、うん、やらなかったことっていうのは、うん、私の個人の、なんていうんですか、自称エピソードを極力盛らなかった、うん、入れなかったことを、なんか、離婚、まあすごい単純なことしか入れてないんですけど、うん、あの話で実はその触れてなかったこと一個だけあって、はい、福岡を訪れた時に今の彼が一緒だったんですよ。うんうん、だけど、で、私にとってはすごい象徴的で、それが、うん、昔の彼とか昔の家族と住んでいた場所に時間が経って今の彼と訪れるっていうのは、うんうん、すごいなんか、リセット感がめっちゃあるなと思ったんですけど、で、そういうのを、例えば、ちょっとでも入れた方が、PV が撮れるんじゃないかという思いがあったんですけど、でもそういうことこそ、うん、やっぱりそのサステナブルじゃない切り売りなのかな、みたいな。なるほどね。もっとその、事象じゃないものを出していくことを練習しないとダメだなと。確かに象徴的で、すごい、あ、そうなのみたいな内容ですけど。そういう風に持っていくこともできるじゃないですか。できるけど。でもそれはしないっていうことにして、うん、あと、淡々と書くみたいな、うんうん。あとなんかあれで、でもすごいあれが結構読まれたの本当に不思議で、読まれないと思う。すごい面白かったですよ。本当ですか、うん、どこが面白かったですか、なんだろう、なんすかね。うん、別に、福岡について詳しくなった感じはしないんですけど。福岡の話でレストラン一軒も出てこないんですかね。そういう実用的なところじゃなくて、うん、なんだろう、短編小説読むような感じの、心地よさみたいな感じですかね。なんか、もらった感想で、その自分のみんな故郷を重ねて読んでくれてたみたいで、うん、なんかそれって何が違ったのかなと思ったら、結構その、自称は書かなかったけど、うん、どう感じたかみたいなことだけを書いていったんですよね、淡々と。うん、そしたらその、体験を一個一個書いていくよりも、自称、
感じ方を書いた方が、人に、なんかこう、乗ってもらいやすいというか、感情移入してもらいやすかったのかな、みたいな学びがありました。まあ確かにみんなね、地元を出て、どっかで暮らしてるわけだから。そうですよね。自分もあの時そうだったなっていうふうにね、重ねるんですかね、やっぱね。そうですね。なんか本当に良い、すごいこうみんなに読まれたりする漫画でも小説でも、やっぱこう感情移入できないとダメじゃないですか。乗り物みたいになってないとと思うんですけど、それってなんかこう体験を細かく書くことの方がそれができると思ったけど、あ、そうでもないのかも。どう思ったかの方を書いた方が。そうそう、ね。ああ、なるほどね。そういう発見が。